時間なんだけど、まだまだ遊んでいたいって思ってたから嬉しいな。このコアラのパジャマも可愛いよね。コアラってずっと寝てるから、明日お寝坊さんになっちゃうかも。あくび出ちゃった。お風呂でいっぱい遊んだもんね。貸し切りだったからバシャバシャって泳げたのも楽しかったな。ようちゃんって泳ぐのがとっても上手だよね。水泳教室に通ってるんだけど、大きくなったら高飛び込みをやるんだって。高飛び込みってすごいんだよ。すごく高いところから飛んで、くるくるくるって回ってプールに飛び込むの。そうだ、明日はようちゃんの水泳教室の日だから一緒に見学に行こうよ。お姉さんたちの高飛び込みも見られるかも。見たらきっとびっくりすると思うよ。本当の本当にすごいんだから。あれをようちゃんがやるんだって思うとやっぱりすごいよ。あ、そういえばお風呂で汗かいたから喉が渇いたよ。私が選んだから美味しいはず。お風呂上がりのみかんは特別美味しいよね。美味しい。ふふふ。私みかん選び名人なんだ。私たちのストーリー、どんな話になるんだろう。はあ、いいお天気だね。こうして日向ぼっこしてるとうとうとして眠っちゃいそうなくらい気持ちいいよ。春って嬉しいよね。ポカポカしてて、海もキラキラしてて、大外にいるだけで楽しくなっちゃう。そうだ、私うちからおやつ持ってきたんだよ。よかったらおしゃべりしながら一緒に食べない？わーい、ありがとう。今日のおやつは絶品だよ。じゃじゃじゃーん、甘い甘いみかん。私みかんが大好きなんだ。いただきます。うん、うん、甘くて美味しい。あなたのもちゃんと甘いかな。よかった。このみかんはね、私が選んだんだ。みかん選び名人なんだよ。あ、そういえばようちゃんまだかな。ここでね、水泳教室に行ってるようちゃんを待ってるんだ。ようちゃんって泳ぐのすっごく早いんだよ。プールを泳ぐようちゃんはすっごくかっこよくて綺麗なの。もっと大きくなったら飛び込みも始めるんだって。すごいよね。あ、ようちゃんだ。おーい、ここだよ。ここ、ここ。一緒に待ってくれてありがとう。お話できて楽しかったよ。お礼にこのみかんあなたにあげる。私が選んだ飛び